はい、どうも、ルールカです。この画面を見て何かわかる人は、すごいと思います。ちょっとね、ヒットをね、最近始めました。で、今、このね、レナを、レナっていうキャラクターなんですけど、これは最短で、楽々レベルアッププロジェクトっていうのをやってるみたいで、で、レベルを上げるとね、こうやって報酬がもらえるんですよ。で、今ちょっと頑張って、レベルを上げてる状態です。今、25まで達成してて、今60を目指して頑張ってるところです。で、始めてまだ、多分2、3、まあもうちょっとやってるかな。わかんないけど、オートで周回してたりするんで、具体的な数字はわかんないんですけど、始めてばっかりで、今1万6000ダイヤ。ダイヤ?ジェムか。ジェムあるんですけど、まだガチャ1回もしてないですね。なので、まずガチャをして、ガチャで手に入れた装備を、装備して、アリーナ。闘技場?っていうのがあるんですけど、これにちょっと挑んでみようかなと思います。今のところ一回も勝ったことないですけどね。はい。じゃあちょっとガチャいきます。何かお探しですか?とりあえずまず武器を、欲しいかなと思いますんで、頑張ってみます。指なんですよね、レナちゃんは。指の武器を、SSS。欲しいなってとこなんですけど、もう全然確定 S とか何も知らないんですけど、いきます。ん?あ、これ真ん中 SS 以上ってことか。で、これが A か。ということは、この赤っぽいのがもう一個上のランクかな、 S ランクかな。あ、違う、下だ。え、ということは、この金色のやつが A ランク以上、S ランクまでってことかな?そういうことか。S 出ないのかな、S。出て。でもなんか、あれなんだね。引いてるキャラ、の武器しか出ないんですね。これはありがたいです。頼む!えい !SS、虐殺、ジェミニ、アロー。あ、これでもシーズン2武器ってやつですよね。2って書いてあるから。これ結構いいんじゃない?もしかしたら。ちょっと武器一回終わりでいいのかな、これで。ちょっと攻略サイトを、ゲームエイトを。レナの評価とおすすめ武器。虐殺もいい。バーゴ・アロー。ちょっと待って。そっか、昇級させることができるのか。なるほど、なるほど。あれ、じゃあ、これも、この今手に入れた武器も強くできるってこと?
味だけど、これ。この地味にアローっていうのも、SSS まで行くの。あれ？冒険評価9。対人評価9。これ結構高い。お、やったぞ。あ、やっぱりそうだ。上げられるんだ。じゃあこれちょっと頑張ってやろう。OK。いいの出た。装着。ちょっと防具いきます、防具。よし。いきます。はい。多分防具はセット効果とかがあるんだよね。ああ。真ん中が S なのかな？防具はセット効果とかがあるんだよね、きっと。同じので固めた方がいいんだよね、きっと防具は。赤のやつから引いてね。リーブラ。アリエス 1P。アリエス 11P。アプリコンブーツ。ちょっとこれだとアリエスで揃えたいところだけど。アリス。コーングローブ。セット効果だとクリティカル、2セットでクリティカル率が増加、3セットで防御力 7.5% 増加、すげえ。4セットでダメージ 15% 減少。え、あ、火ダメってことだよね。ヘアバンドだけないね。ちょっと待ってみよう。これ何？ちょっと何なのか見せてくれないんだね。ちょっと装備しないで。ランク以下が多いっすな。カプリコンヘアバンド A ランク以上が欲しいんだよな。カプリコン、これはトーラスグローブ。トーラスはダメージ 15% 増加。どれがおすすめなんだろうな。
ラスグローブ。トーラス良さそうだけどな。トーラス良さそうだよね。ないと思うね。Sランク以上なかなか出ないね。スコーピオングローブ。イスだ、やった。ないね、トーラスね。これは何だろう。頼む。トリプルエースが出た。これアクエリアスでいけってこと？これダメージ減少って何なんだろう。ダメージ減少って何なんだろう。なんだろう。防御力増加とダメージ減少ってのは何だ。難しいな。火ダメが減少するってことでいいんだよね。そうじゃなかったらセット効果意味ないもんね。まあとりあえずアクエリアスで固めてみますか。アクエリアス、ヘアバンド。これがいいかな。で、これがインブラワンピース。アクエリアスワンピース。下がっちゃうけどセット効果を狙った方がいいよね。すげえ下がんな。ものすげえ下がる。ちょっと考えよう。 15% ぐらいだったらちょっと意味ないよな。アクエリアスグローブもなくね。アクエリアスグローブもね。ということはセット効果2か。トーラス。あ、違うか。セット効果0。これでセット効果が発動した。
時は1位でグラグラですね。1は上げられるね。結構強くなるんですこれ。でもこれでだいぶ強くなったと思います。よし、 SS ランクの装備も手に入れたんで、ね、ちょっと バトルしてみたいと思います。まだ一回も勝ったことないんでね。いきます。ちょっと待って、こんなレベル差ある？レナに任せてこんなレベル差あんの？こんなレベル差あったら勝てないでしょ絶対ダメだ。結構頑張ったけどちょっと無理だった。よっしゃ。レベルが圧倒的に足んないな。ランキングに乗ってる人と俺の戦力一桁違うんだけどマジ笑えるんだけど。
まあ、ヒットがどんなゲームか分かんない人ももしかしたらいるかもしれないんで、ちょっとやってみますか。ストーリーをね、クエストを、ね、レダに任せて。こう仮想ジョイコンで動かして、このボタンで攻撃やる。私とかはないです。ターゲットは自動でやってくれる感じです。で、隣のスキルを打つとスキルがクールタイムを少し上がって、クールタイム回復すれば使えるようになると。で、キーを倒しながら縦ボタンで回避ができます。まだね、そんなクエスト進めてないんで、敵はそんな強くないですね。どこら辺から難しくなってくるのかちょっとわかんないですけど、クエストはもしかしたらそんな難しくないのかもしれないですね。スキルを使った後に連携することができる。そうするとこういう風にとどめ演出みたいなのが出たりとかも。で、同じところをこのパス使って周回することもできるみたいですね。ここは使えないのか。使えない。あれか、全部クリアしたところかな。そうだね、全部クリアしたところはできるみたいですね。あ、違う。星3でクリアしたとこか。星3でクリアしたところは、パスが使えるみたいですね。はい。まあ、そんな感じでございます。まあ、俺始めたばっかりなんで、まだまだこれからなんですけど。まだ、これ行けるところこんなにいっぱいあるみたいな。この知らん部屋かっていうところだったら、はい、新規冒険エリア、なるほど、そういうことか。はい、というわけで、ヒットでございました。もしね、この動画を見て興味持ったよとか、面白かったよなどございましたら、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。で、ヒットもね、フレンド対戦みたいなのできるみたいなんで、もしやってる人いたらね、フレンドになっていただけたら非常に嬉しいです。フレンド、フレンド検索、名前でやるんですね。ルーイコールルカですね。ルーイコールルカで、ぜひ検索していただいて、フレンド申請よろしくお願いします。お待ちしております。というわけで、ご視聴どうもありがとうございました。バイバイ。